中川博隆の見えるラジオ。皆さんこんにちは、中川博隆です。見えるラジオ第51回目の放送でございます。3月も下旬となりまして、卒業式卒園式の季節となってまいりましたけれど、もう終わっちゃったのかな。それにちなみましてですね、中川の作った卒園の歌を大募集いたしました。なんと208もの投票をいただきましてですね、208と言ったらもう煩悩の数どころじゃない、その辺の村会議員選挙よりも多いんではないかというね、たくさんの投票いただきましてありがとうございました。では早速ランキング発表したいと思います。中川博隆卒園の歌ベスト10第10位は、1万トンで3点。偶然なんですけど、1万トンで3点を獲得した曲がなんと3曲ありました。これをですね、1曲ずつ紹介していきたいと思います。まずは、お別れの歌、リアナゲアヤコさんですね。お別れなのに心が温かくなる歌、涙しながらニコニコする魔法の歌とのことです。増田真理さん、お別れの歌、この歌は出だしから歌詞がドンピシャで号泣の歌です。ここで過ごしたたくさんの思い出は素晴らしい宝物なんて、子供が歌うんですから泣きますよね。ずっと仲良しでいよう、ずっと友達でいよう、小さな頃から兄弟のように一緒に過ごしてきた友達、起きている大半を園で過ごし、お友達と遊んできた、とても強い絆で結ばれた友達、しみじみと友達との絆を感じる歌で好きです、ということでね、山本幼稚園の小野さんからもいただいております。それではお別れの歌。僕たちは今日でお別れだけど、ここで過ごしたたくさんの思い出は素晴らしい宝物。僕たちは今日でお別れだけど、ここで出会ったたくさんの人たちはかけがえがない、みんなの笑顔、みんなの歌声、みんなのほっぺ忘れない、みんなの笑顔、みんなの歌声、みんなの瞳忘れない。もう一つが、心にリンゴが一つあるですね。ポンちゃん、リンゴの木のアップルジャムに中川さんと新澤さんが書き下ろされた名曲、リンゴが大好きなので、リンゴの実りと子供たちの成長が重なって大好きな歌です。卒園の最後にみんなで歌って笑顔でバイバイしたいですね、というね、平田観光農園の娘だけのことある発言でございました。もう一つ、さゆりさん、私の園の、ね、年長クラスがリンゴ組で、そのクラスにぴったりだととても好きな一曲です。本当に純粋で優しい子供たちに大人の方がたくさんのことを教えてもらい、たくさんの感動をもらいました。これから厳しいこともあるけれど、それこそ成長させてくれるここでの愛情を忘れないでねと伝えたくなります。他に、鈴木理恵さんからもいただいております。心にリンゴが一つある。君に会えて嬉しかったよ、元気を
でもう一曲10位の曲ですが、僕たちの望みですね。ロケッツサトシさん、個人的な解釈ですが、この歌に子どもたちの希望、未来、願い、決意みたいなものが全て凝縮されているようで、凛とした曲がさらに引き出しているような気がしています。これも舞台袖から中川さんがギター一本で歌ってるのを聞いて泣きました。かっこ笑い。どっちなんだ。サトシ君ですね。から柿島真嗣さんからも、丹崎真紀子さんからもいただいております。柿島真嗣さんはですね、嬉しいがたくさん見つかるといい、朗らかに強く生きていくね、ということで、この歌のギターを弾いてるのは実は柿島真嗣さん、カッキーさんですね。では聴いていただきたいと思います。僕たちの望み。嬉しいがたくさん見つかるといい、楽しいがたくさん見つかるといい、そんな毎日であるといい、それが僕たちの望みです。悲しいこと僕たち一つもいりません。苦しいこと僕たち一つもいりません。朗らかに強く生きてゆく、それが僕たちの望みです。それが僕たちの望みです。それでは参りましょう。卒園の歌第9位は、2万トンで4点、1について。1についてが第9位になりました。東沢さん、卒園はお別れという意味と同時に旅立ちでもあります。期待もあれば不安もあります。前に進むためにちょっとの勇気が必要です。そんな時に背中を押してくれる曲だと思います。サビでグッときます。花の木村の伊藤さん、卒園はまさに一についてです。一について勇気を出して元気を出して用意どん、このフレーズはつい口ずさみたくなってしまいます。やる気やないの繰り返しも良い、スタートラインに立って背中を押してくれる一曲です、ということでね、藤本さんからも、いただいております。藤本さんの作詞で中川の作曲、一について聞いてください。新しいこと始めるとき、初めの一歩が出てこない、そんな時は自分を信じてやってみるきゃないじゃない。新しい友達を前にして、最初の言葉が出てこない、そんな時は大きく息を吸って話してみるきゃないじゃない。
ぱい。いちいちしてても始まらない。そんな時は持ってる力を全部出してみるきゃないじゃない。位置について勇気を出して元気を出してそれでは卒園の歌第8位は、3万トンで5点、僕たちの歌。僕たちの歌ですね、新座俊彦と作った歌でありますけれど、まるちゃん、全園児が17人という小さな漁村の保育園に転機になった年、4人しかいない年長さんの誕生日が春夏秋冬と綺麗に分かれていたので、卒園式で一人ずつ自分の季節のところを歌おうよとなったんです。歌うことが大好きな子たちで毎日嬉しそうに練習していたのですが、いざ卒園式の日、トップバッターの春を歌い始めた男の子が感極まって途中から涙声に、すると次々にみんな泣いてしまい、小さなステージの上で泣きじゃくる4人を囲むように先生たちが周りで歌って終えたのでした。その後にあった謝恩会でリベンジしたいと見事に歌い切った子どもたちの姿に、今度は保護者の皆さんが涙涙。僕たちの歌を聴くたびに今でもあの日の光景がよみがえります。本来卒園の歌ではないかもしれませんが、私にとって特別な卒園ソングの一つなんです。これは卒園の歌です。思い出のアルバムのような歌を作ろうじゃないかみたいなことでですね、新座と作った覚えがあります。この歌は珍しく曲が先なんですね。曲が先で後から新座が、詞をつけたという歌であります。ケロポンズ増田優子さんからも、春を感じる優しいメロディー、シンガーソングで切なくなりながらも前向きになれる歌と、ね、あと森京子さんからもいただいております。では僕たちの歌。それでは卒園の歌第7位は、4万トンで6点、世界中の子供たちが。世界中の子供たちが7位でございましたけれど、飯田俊さん、今から20年以上前よく遊びに行って仲良くなった幼稚園の年長児たちの卒園式に列席。広げよう僕らの夢を、咲かせよう僕らの花を、一生懸命歌う姿に未来は決して明るいとばかりは言えないけれど、みんな元気に大きくなるんだよと胸が熱くなりました。まみね、卒園式も保護者の人数制限があったりと閉塞感漂う今だからこそ、世界中の子どもたち、お友達に思いを馳せて元気に明るく歌いたい曲ということで
ますね。あと石野さん、スイカさん、スイカさん入場の曲に使われてるしだ、まあそういうことあるね。あと鶴巻智子さん、野田恵里さん、松本和子さん、杉本和子さんからもいただいております。世界中の子供たちが、惜しくもランキング外になってしまいました。5000飛んで2票を集めながらランキング外になってしまった曲が4曲あります。これを続けてメドレーで聴いていただきたいと思います。手を振りながら遠くなるけれど、涙じゃなくて笑顔のままで、言い方ありさ、何かができさは誰かに教えたい、みんなに分けてあげたい。もうすぐ僕たちは聞いていただきましたけれど、まず、笑顔のままで、スイカさん、それから下鳥恵里さんからもいただいております。お別れは悲しくて寂しくて、でも笑顔でいいよ、笑顔のままの記憶を残してねと。それから、風の花束は、松本康江さん、それから、鈴木理恵さんからいただいております。新しい生活に勇気をもらえる気持ちになるし、まだ見ぬ友達への愛も感じるからということですね。開けポンキッキのエンディングテーマで使われたんですね。それからこんなに大きくなりました、これは、ミュージカルみんな友達のクライマックスのために本公演直前に急遽作った歌というね、藤本さんからもいただいておりますけれど、上田京子さんからも
途中の歌詞を子供たちと話し合ってスミレ組バージョンで歌いました。そしたら結構早口で詩を歌うことになって早口言葉みたいになりました、みんな大きくなった。これも藤本と作った歌でございます。マリコさん、それから藤本からもねいただいておりますということで、それでは続きまして第6位は空より高く5万トンで15点、長野県大町市中島恵里子さん、保育園を定年退職した元保育士です。この曲と出会ったのは今から30年ほど前、私が保育士になって数年経った頃でした。保育や保護者の皆さんへの対応に力のなさを感じる日々を過ごしていた当時、出会ったこの曲が今思えばちっぽけなことでくよくよしていた自分を慰め、励まし、勇気づけてくれたことを思い出します。それ以降、卒園の時期になると子どもたちがこの曲を心のどこかに置いて、高い心、強い心、深い心を持って誇り高く生きていってほしいと願い、みんなで歌いました。途中のオールドラングサイン、蛍の光のメロディーになると、もうすぐ迎える彼らとの別れの時が頭に浮かび、溢れそうになる涙を必死に隠しながら歌っていたことを懐かしく思い出します。この曲を歌い始めた頃の教え子はもう大人になっています。この曲は今までもこれからもきっと彼らの心の支えの一曲になっていることでしょう。もちろん私にもということですね。長谷川芳文さんからも、これからのそれぞれの歩み行く道はしんどいの連続で、もうダメかな、もうやめようかな、諦めようかなと止まった時にこのメロディーが流れたら、もう一度歩み出すようなそーっと背中を押してくれる曲ではと。なるほど。後ろの正面私さん、上に向かっていけるそれより高くが小学校に上がる期待が高まるような気がします。ちょっと大人っぽいメロディーを歌えるのが子供心には嬉しいし、それより高くはスタンダードな蛍の光のメロディーが絶妙に生かされているところもポイントです。他に小野ふさよさん、ひろりん、みきみき、松本康江さん、小林のぞみさん、早川豊さん、他たくさんいただいております。ではそれより高く。人は海より深い心を持っている、どんな海より深い心を持っている、だからも卒園の歌第5位は、友達になるために6万トンで24点、アリスカン山口さん、王道ですが友達になるためにかなと、曲を思い出しただけでじんとしてしまいます。ためにという言葉がすごいなと思うのと、君とのところの一人一人を頭に思い浮かべられるような繰り返しの音が好きです。金子さん、過去への感謝と未来への希望がずっと続いていて励まされます。別府のどかさん、幼稚園か小学校の頃に歌ったことがあります。中川さんの歌の中でも誰もが知っている歌の一つなのではないでしょうか。この曲みたいになれば平和なのになといつも思います。本当だね。そしてキネちゃんですね、この曲は卒園ソングの定番中の定番なのかもしれないけれど、やっぱり外せませんでした。中越地震の時、被災地に住んでいた私たち、そしてその被災地の小学校に来て歌ってくれた中川さん、偶然にも私の子供がその学校の6年生でした。その後数ヶ月たち卒業の頃、学校の先生から言われたんです。
友達になるためにの音源貸してもらえませんか、楽譜もらえませんか、卒業式の歌の候補に教師たちから子どもたちへ提案したいんですって。先生方は中川さんの歌を友達になるためにを聞いてすごく必要な歌だと思ったそうです。住む場所もなくし生活も不安定だったあの時の中川さんの歌を友達になるためには今でも心の中に流れる大切な宝物ですということですね。中通信の時ね行きましたね。森田邦子さん、世界中の子どもたちがと並んで私のトライブ視点との出会いの歌といっても華厳の滝ではありません。30年以上前勤務する児童会にトライアボー支店にコンサートに来ていただいたのが私の出会いでした。狭い集会室でしたが子どもも大人も楽しさいっぱい、なんて素敵な皆さんなんだろうと魅了されました。それから児童会にはトライアボー支店の歌がよく流れていました。友達になるためにはキャンプファイヤーやイベントのみんなの気持ちが高まる時などみんなで歌っていました。私の中で卒園ソングのテーマは友達出会いです。ある時新宿の混雑する通路のすれ違った女性が友達になるためにと口ずさんでいるのが耳に入りました。きっと保育関係の学校の卒業式だったのかなと微笑ましくも嬉しくなったことがあります。まさに今たくさんの人たちが口ずさんでいるんだろうなと思います。その他に吉成富士美さん、鈴木翼君、個人的にはロックなところがすごく好きです。卒園ソングなのにかっこいいというのはとても新しく感じました。他に掛川の石野さん、それから松本安江さん、白田久美さん、とかですね、清田久美子さんからいただきました。黒田雅子さん、東沢さん、これはね、鈴木直美さん、他たくさんの方たちからいただきました。友達になるために卒園の歌第4位は君と僕のラララ6万トンで25点。君と僕のラララですけど、佐藤充さん、25年前初めてツアーに同行した山形で聞き、舞台袖でジーンとしました。菊音さん、しっとりした始まりからラララ以降少しずつ盛り上がっていくメロディーが胸を打ちます。熊田圭津子さん、僕の見る空と君の見る空はつながっている、卒園しても離れていってもどこでもつながっているよと子どもたちへのエールを込めて職員全員で歌いました。松村慎吾さん、この曲が大好きになったのは割と最近なんですが、中川さんが歌っているのを聞いた時に完全に心を奪われてしまいました。そっと語りかけるような A メロから思いを馳せるような B メロ、そして心の芯を感じるようなサビ、もうたまらないです。それに加えて語りきらない等身大のような歌詞でリアルな別れと本当に大好きな気持ちが
自然と全身に伝わってきて心がジーンとなります。やかましくてすいません。でも本当に大好きな歌です。大好きな曲ですね。ありがとうございます。からマリコさん、つながっている涙です、名曲。まあ、短いですけどいいですね。マリコさんありがとうございます。太田さん、新しい旅立ちは寂しいこともあり、また嬉しいこともあります。大きな区切りのようですが、そうか、これからもみんなつながっているんだなとしみじみ思えた歌です。メロディーが優しくて泣けてきてしまいます。増田裕子さん、美しいバラード、泣けるな、サビで必ずハモりたくなる。マスターはすぐハモるからな。あと、さゆりさんとかですね、翼くん、吉成富士美さん、イネちゃん、上田京子さん、谷口はじめさん、早川いとかさん、小林のぞみさん、まみね、広瀬美智子さん、他たくさんの方からいただいております。君と僕のラララ。さよならなんて言わなくてもいいよね、また会えるね。元気で、元気でなんて言わなくても元気でまた会えるね。僕の見る空と君の空はつながっているから、同じ空だから。ラララさよならの代わりに、涙の代わりに、決して万人向けではないんですが、その人にとってはとても大事な歌、響く歌っていうのがあるはずで、一票だけいただいた歌をここで続けて聴いていただきたいと思います。ショートバージョンメドレーでお送りします。風になれ、鳥になれ、花になれ、星になれ、きっと大丈夫、歩いて行ける。明日が好き、明日が好き、行ったり来たり繰り返す、暖かい日寒い日、ありがとう、ありがとう、私は今ここにちゃんといます。きっともっと僕たち大きくなるのさ、もっともっとずっとずっと素敵になるのさ。のんびり行こう、のんびり行こう、ゆっくり行けばまだまだ続く。ほら今日も空は青いよ、何にもなかったみたいに。大きくなるっていうことは洋服が小さくなるっていうこと。それが初めの一歩、もう最初に歌がある。
たちはこれからも友達さ、いつまでもいつまでも友達さ。ほらね、こんなに大きくなったよ、本当にありがとう。だからジャンプ、飛び上がれ、ジャンプジャンプ、軽々と。友達の友達がみんな友達なら、卒園するってことは大きくなったお祝い。寂しい時僕は歌うのさ、赤く燃える夕焼けの雲を見て、日本の星を見て、僕たちは育った。それはちゃん、ただ一度のラッキーチャンス、二度と繰り返さない、素晴らしいチャンス。ずっと友達だからね、きっと友達だからね、これは約束だからね、君と僕の指切り。それではランキングに戻りたいと思います。卒園の歌第3位は、6万飛んで26点、虹。虹ですが、最近非常にドラマに使われたり CM に使われたりですね、そのどれもがとてもいい感じで使われていて、嬉しく思っております。中川隆夫さん、虹を聞くと辛い時でも前を向いて頑張ろうという気持ちになります。日本中の世界中の子どもたちにこの歌を通じて音楽の素晴らしさを知ってもらえたらと思いますね。杉本和子さん、今でも続く絵本イベントの第1回目に中川先生に有田川に来ていただき、和歌山のね、虹を歌ってもらったことがあります。今でも理由は分かりませんが、なぜか自然と涙腺が緩んだのを思い出します。それ以来虹を聞くと泣けてきて、でも泣けるのは中川先生が歌う虹なんです。中川先生が歌う虹が泣ける。首藤真帆さん、きっと明日はいい天気、頑張ろうと思えます。永井幸男さん、自分が口ずさんでいる歌で一番多いのが虹です。保育園では発表会で歌われることも多いけど、園生活の思い出と最後にはきっと明日はいい天気って大人だって、歌っていると前を向けるんだもんね、歌詞と曲が絶対に離れないぞと言っている。あと瀬尾さん、家族、聞くたびに明日も生きようと思えるね。それからミキミキさん、スイカさんですね、鶴巻智子さん、谷口はじめさん、掛川の石野さん、白田久美さん、ほかたくさんの方からいただいております。では3位、虹。庭のシャベルが一日濡れて、雨が上がって、くしゃみをひとつ、雲が流れて、光がさして、見上げてみれば、ララララ、虹が虹が空にかかって、
それではいよいよ卒園の歌第2位は6万トンで28点、みんな友達、なんとみんな友達が2位に入りました。瀬尾さん家族、歌詞メロディーとも素晴らしい、自分の30年前がすぐに思い出される、これお父さんね。厚生出版社藤本さん、先日保育卒園式で娘が歌ったから、いつもは中川先生の美声で聞かせていただいておりますが、なんか悪いな、子供たちの声で聞くとまた違った良さがあってうるっときました。子供たちの声が綺麗だからね。東沢さん、みんなと離れたくないよ、忘れたくないよという気持ちが明るく歌われているところが好きです。大人になっても好き、大人になってもが好き、間違いなく名曲、ありがとう。岩のりさん、みんな友達は子供たちの幼稚園の卒園式で子供たちが歌ってくれた曲です。この曲で完全に涙腺がぶっ壊れました。飯田俊さん、もう会えなくなるけどずっと友達だよ、締めっぽくならないからよかな、さよならが良いですね。鈴木直美さん、ずっとずっとみんな友達という分かりやすい歌詞と覚えやすいメロディーが好きだから、歌詞の中に子供の名前を入れて歌うことができるから。そうなんですね、子供の名前を歌ってずっとみんな一緒に、みんな一緒に大きくなった、ずっと友達というふうにね、歌ってほしいというところから作った歌でございます。ヒロリン、特別なエピソードはないのですけれど、うちの斜め前にある保育園が一昨日卒園式で何人もの園児さんたちがおしゃれしたお母さんと通るのを見て、ふとみんな友達の歌が頭の中で回り始めたら止まらなくなりました。その後仕事中もずっとずっと友達が夕方までぐるぐると困りました。そう、この歌は頭の中で止まらなくなるんですよね。特別にあの時のこういうエピソードはなくても普遍的な歌と思いました。メロディーは思い出の走馬灯シーンと一緒にリピート&リピート、お天気も良かったのでなんだか心地よい一日でした。中川さんはこうやって親子に歌で思い出の玉手箱も届けているのだなと今更ですが改めて気づいた次第です。ありがとうございました。メロディーが好きです。とっても明るくつい口ずさんでしまう歌です。みんな友達のみんな友達のみんな友達のだのところが半音になっているのがポップな感じを出していていいです。ここが何回も繰り返されますが、この一つの音がとても曲の感じを素敵にしていると思います。なるほど、また途中で入るイエーイも好きなところです。ということでね、もう一つ、工藤和也さん、思い返すと去年の春に正体不明の疫病が流行りだし、やがてコロナ禍と呼ばれるようになり、対策も不確定なことばかり な中で私も自宅待機の日々が始まりました。世の中が不安に包まれる中で、中川さんが始めた見えるラジオを聴き始め、生み出された様々な楽曲とそれにまつわる貴重なエピソードを聞くことが日々の楽しみの一つになってきました。中川さんが生み出してきた、洗練されたシンプルな歌詞とメロディーはとても力を持っていて、沈みがちな私の心に染め入るようでした、ということで、他にもたくさんの方にからいただいております。それではみんな友達、みんな友達、ずっとずっと友達、学校行ってもずっと友達、みんな友達、ずっとずっと友達、大人になってもずっと友達、みんな一緒に歌を歌った、みんな一緒に絵を描いた、みんな一緒に
お散歩をした。みんな一緒に大きくなった。みんな友達、ずっとずっと友達。学校行ってもずっと友達、yeah。 みんな友達、ずっとずっと友達。大人になってもずっと友達。みんな一緒にプールで遊んだ。みんな一緒にロボットを作った。みんな一緒にかけっこをした。みんな一緒に大きくなった。みんな友達、ずっとずっと友達。学校行ってもずっと友達、yeah。 みんな友達、ずっとずっと友達。大人になってもずっと友達。みんな友達、ずっとずっと友達。学校行ってもずっと友達、yeah。 みんな友達、ずっとずっと友達。大人になってもずっと友達。それでは卒園の歌ベスト10第1位は、はじめの一歩、6万トンで39点。卒園の歌栄えある1位はですね、はじめの一歩ということになりました。中川さんこんにちは。卒園の曲リクエスト、私はずっとずっとはじめの一歩です。これからもずっとずっとずっと心に響く歌ですね。未来に向かう子どもたちにふさわしい歌です。必ず朝は訪れるから、そうあってほしい、そう願って子どもたちに毎年歌って送り出したいです。石川玲子さん。そして病気をして手術治療の後、中川さんのライブで最初にこの歌を聴いた時に涙が止まりませんでした。勇気を持って大きく一歩歩き出せ、本当に心を穏やかに励ましてくれます、というおはがきいただいております。そしてかけがわの石野さん。この歌は新1年生の男の子が好きな歌だと教えてくれた後に、幼稚園を卒業するのは新しい友達と出会う初めの一歩なんだよと言った言葉に驚いた。そんなこと言う子がいたんだ、すごいね。元気に前を向いて歩き出せる応援歌ですね。岸本和子さん。湯浅さやかさん。はじめの一歩はトンボさんの回で中川さんがギターで弾きながら歌ってくれたのがすごく印象的で、新澤さんのイメージだったのがガラッと変わって、なんというかとても良かった。とてもいいでしょう。野田恵里さん。人生うまくいかないことがあっても一歩一歩進んでいこうと希望をもらいました。中川高尾ちゃん、本作家もね。卒園した子どもたちがこれから新しい一歩を踏み出すのにとても勇気の出る歌だなと思ったので選ばせていただきました。福田翔君。大学の卒業で学生の仲間とみんなで歌いました。幼児教育を目指す仲間と過ごした思い出を胸に、これから始まるんだという希望とともに歌った記憶があります。歌詞もメロディーも好きですが、一歩踏み出すことの大切や素晴らしさが歌われていて勇気が出る曲です。伊藤さん、他もう本当にたくさんの方たちからいただいております。お便り全部読めなくて名前も言われない方がいたかもしれませんけど、お許しください。それでは初めの一歩聞いていただきたいと思います。小さな鳥が
昨日と違う朝日が昇る川の流れも輝いている初めの一歩明日に一歩今日から何もかも新しい初めの一歩明日に一歩勇気を持って大きく一歩歩き出せ歌ベスト10いかがだったでしょうか。たくさんのご応募ありがとうございました。次回52回目はですね、ちょうど1周年ね、始まって1周年になります。なんか特別なことをするわけじゃありませんけれど、引き続き見えるラジオをよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。